たっぷりと初日を楽しんだ私の2日目の観光は長崎市内観光とおいしいちゃんぽんを食べることこの日もお天気に恵まれてオープンカーで稲妻山を降りて市内をドライブしました近代的な建物が立ち並んでいます最初に向かったのは世界遺産にも登録されたグラバー邸。その他重要文化財を見るためにグラバー園へ スカイロードという移動式エレベーターで街の上まで行けるようなのでそちらへ行く道で果物屋さんがあったのでカットパインを購入して頬張りながら向かいますグラバースカイロードの入り口はレンガでできていて皆さんきっとグラバー園は正面から入られると思うのでこちら側は穴場なのか思ったよりも人は少なめでしたスカイロードは斜めに上がるエレベーターですが歩いて登ることもできそうでした このスカイロードのエレベーターはギリギリリオッケーでした <laughs> 登ってみると昨日登った稲佐山が見えましたさらに高台にあったんですねベンチで座る猫ちゃんがいて耳をカットされているので地域猫だなと分かり近づいても全然逃げない人慣れしている猫ちゃんたちでした21歳でスコットランドから日本の長崎という異国の地に来たトーマス・ブレイク・グラバーさん グラバーさんは終戦場の建設や高島炭鉱の開設日本人の英国留学斡旋、キリンビールの前身のジャパンブリュワリーカンパニーの創業にも尽力しましたイングランドから来たオルトさんとリンガーさんと共に外国人居留地に住んでいたお三方グラバー邸は1863年に建てられた最古の木造洋風建築 洋風な建物に日本の瓦屋根や土壁が使われ石畳のベランダにはアーチ型のランマがかかっている和洋折衷の建築サンテラスや調度品も美しかったですお家の前の花壇の前では記念撮影をしてもらいますまた館内では明治の衣装に着替えての撮影もしてもらえます2年後に建てられたオルトさんのお家は改修工事で見れず残念 オルトさんはグラバーさんと同時期に来日して中古船の販売輸出三菱初代社長の岩崎弥太郎さんとも交流が深くこの居留地のリーダー的存在でもあったそうです岩崎弥太郎さんといえば東京上野のあたりに岩崎邸という洋館がありそれを見ることができます私も一度見に行って唐草模様の壁紙や天井 などを見たんですが今回このグラバー邸でも唐草模様の壁紙が使われていましたリンガーさんはグラバー商会で製茶業務と輸出の監督のために来日されましたその後貿易業務をされていました1868年頃に建てられたリンガーさんのお家のベランダには三陰石が使われていましたこちらはウラジオストクから持ってきたそうです ちなみに長崎ちゃんぽんのチェーン店で有名なリンガーハットこちらの貿易商のフレデリック・リンガーさんの名前から来ていてふるさとにちなんだ大商人の名前を付けたそうですこの「ハット」は帽子の方の「ヘ a t ではなく「ハット」小屋とか小さな家という意味のハットですのでリンガーさんの「小さなお家という意味になりますこの円の中には旧三菱第二ドッグハウス ちょうど私が入った入り口はそこのドッグハウスからだったんですがドッグハウスの前には素晴らしい錦鯉が泳いでいる池なんかもありましたそして旧スチール記念学校旧地方裁判所長官社もありました裁判所長官社は今ちょっと改修工事中でしたねまたオペラ「蝶々夫人」の作者美食家でもあったクラシック作曲家プッチーニと 町長夫人のヒロインを演じたことで有名な三浦珠樹さんの石像が建てられていました世界的に認められた日本人オペラ歌手の三浦珠樹さん2000公演以上町長夫人を演じられていますが静岡県出身で学校も東京のはずなのになぜここに像があるんでしょうかそれは世界的に有名なオペラ町長夫人陽台マダムバタフライはここ長崎が舞台になっていたからです 物語の背景は旧グラバー邸からの景色を彷彿とさせる描写前後に暮らした進駐軍の大佐夫人もマダム・バタフライ・ハウスというニックネームをつけていたそうです3人ともイギリスの方だからかイングリッシュ・ローズ・ガーデンや花壇がきれいに整備されていましたなんといってもお花に囲まれた円の中から見下ろす景色が美しくいつまでも見ていたかったです坂が多く細い道や階段が多いのは広島の尾道 港や造船所の雰囲気は横須賀や横浜を思わせました。終船場の写真を見たときは、あ、漫画のワンピースのリアルウォーターセブンだと違う方向への興奮もあり、長崎の街を高台から眺めながら、歴史や建築に触れる素敵な時間を過ごすことができました。グラバー園を2時間かけて堪能した後は、大浦天主堂へ行きました。歴史の中でも有名なカトリック修道会イエズス会の創設者の一人、 フランシスコ・ザビエル1549年にインドのゴアから日本の鹿児島に渡りキリスト教を初めて日本に伝えましたその後ポルトガル船が平戸に移り博多山口でも受け入れられましたこのようにキリスト教は九州を中心に信者が増加します京都に来ていた織田信長をルイス・フロイス神父が訪ね都でも布教が許されたり バリニアの神父は本能寺でもおてなされるなど、信長はキリシタンの庇護者となりました。信長はキリスト教に対してとてもオープンだったんですね。その影響で、京都や安土には神学校や南蛮寺が建てられました。キリスト教が最も栄えたのは長崎。平戸から大村藩主の港に船を移して、領主の大村住忠は洗礼を受けて、日本初のキリシタン大名になりました。洗礼名は バルトロメオ私は小田栄一郎さんの描くワンピースが大好きなのですが歴史を学ぶといろんなところから登場人物や場所の名前が出てきて面白いですね。ゴアも出ててきまししたよね地名としてその後秀吉が天下を統一するわけですが秀吉は実は初めのうちはキリスト教に好意的だったんですが、えー、1587年に博多で万天蓮宣教師のことですね。 万天連追放令を出し、国外退去を命じ、イエズス会から長崎を取り戻しましたが、南蛮貿易に執着があったため、取り締まりきれなかったそうです。貿易はしたい、でも閉じないと宣教師たちはどんどん入ってくるということですね。1596年、スペインの船サンフェリペ号が台風で土佐今の徳島県に漂着。全員がスペインは世界では強い国で、 宣教師を派遣して現地の人を回収させ占領すると話したことから秀吉は宣教師の処刑を命じますフランシスコ会やイエズス会の修道士信者ら24人が捕まり京都や堺で引き回された後長崎まで真冬の道を歩かされましたなんとも過酷そして非道人権もないですね途中2人が自発的に加わり自発的に <laughs> 1597年に長崎で十字架にかけられました ここまで長いお話となりましたが、この二十六人のために千八百六十四年に創建されたのがこちら大浦天守堂なのです。千五百九十八年に秀吉がこの世を去った後、実権を握ったのは徳川家康。千六百十四年に禁教令を出します。キリスト教はダメというおふれを出したんですね。徳川家光は鎖国政策をはじめ、海外在住五年以上の日本人の帰国をも禁じました。 厳しい宣教師は国外追放西洋との交流は長崎の出島のみで行われオランダととと中国のみと貿易を行うことにしましまた1637年にキリシタンの天草四郎を中心に島原天草一揆が起こりこれを受けて幕府は取り締まりを強化「踏み絵」が始まりました全てを取り締まるのは幕府も難しくこの後もこっそりと秘密裏にね 潜伏キリシタンを続けている人々はいたわけですけれども特に島が多いので外海にはたくさんいたようですこの時代の長崎は大村藩から子供の間引きを強制されていましたこれは一人子制作のようなものですね天守堂の中に飾られていたマリア観音や難度に隠した絵などの前で隠れキリシタンたちは拝んでいたみたいですそんな時五島藩今の五島列島のところですねが 荒れ地開墾のために入職、その後も3000人ほどが後藤に渡りました。差別はあったものの、キリシタンの取り締まりはあまりなかったそうです。そして黒島や平戸に広がっていきました。幕末期1858年、蒸気船で黒船ペリー来航です。アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、ロシアと修好通商条約が結ばれ、開国に踏み切ります。さあ、鎖国はやめましょう。 開いていてきましょう開港都市は函館横浜長崎の3都市長崎の大浦海岸には外国人居留地が作られ造船や炭鉱をもたらしたグラバー園のトーマス・グラバーさんオルトさんリンガーさんも来日します貿易商社を始めたのは実は坂本龍馬グラバーさんと協力して薩摩藩名義で軍艦を長州藩に調達薩長同盟のきっかけを作ります 日本の開国とともにフランスからジラール神父が通訳として来日横浜に天主堂を建設その後1863年にパリ外国宣教会のフューレ神父を長崎に派遣。本当は殉教地に建てたかったんですが外国人居留地外に建てることは日本側が許さず現在の南山手が選ばれ日仏商工通商条約に基づきフランス人の礼拝堂として建設がされました。 その時同じ宣教会のプティジャン神父が長崎に着任し建設に尽力しましたフューレ神父は近教令の残る日本で教会は外国人専用であり宣教できないことを悲観して途中でフランスに帰国してしまいます残されたジラール神父の指示とプティジャン神父の指導のもと4億円ほどをかけて1864年末に建設開始ゴシック風の構造を持ちながら中央の壁面はバロック風 外壁壁は黒字に白い格子の生子壁西洋風交差式リブボールド天井コウモリ天井とも呼ばれますねが使われた和洋折衷の大浦天主堂が翌年に完成します正面には金の十字架が置かれフランス寺と呼ばれました天主堂が建道されてから1ヶ月15名ほどの信徒が天主堂に現れます彼らは裏上でそっとキリスト教を信仰し続けた隠れキリスタンの人々だったんです その後後もももキリスト教が禁じらられている中でも遠くは後藤からも信者が天主堂に訪れたとということです。神徒が発見されてから浦上の信者は4つの礼拝堂を作り神父が巡回してミサや洗礼を行いました過去3回のキリシタン摘発がありましたが4回目が一番大きいもので1867年に68人もの人がキリスト教を信仰しているという理由で捕まりました。明治に入ると 政治は天皇制国家を築くために神道を重んじキリスト教神道は以前にも増して捕らえられ小木や津和の福山に流配され拷問や区域を受けましたこれは1873年まで続き600人以上が亡くなっています1879年には手狭になった大浦天主堂は2倍に増築現在の姿になりました一方欧米を訪れた岩倉智美施団は 信教の自由を求められ禁教令撤廃となり1889年の明治憲法の中でも宗教の信仰の自由がやっと保障されました昔からこのように自由を手に入れてきたんですね人々は何かを自由にするためにいろんな人の影の努力があり今がある最近で言うと同性婚やジェンダー問題男女格差スペシャルニーズ教育などあらゆるものがまだ不自由でそれらを解放するために人生をかけている人たちが 今日もどこかにいることを日々 SNS やニュースで見かけますこの開放で信者は全国で4万人超え九州ではその6割を占めました大浦天主堂は司教が常にいるカテドラルドラルとなりましたパリの神父が司教になってきましたが1927年に初の日本人早坂久之助司教が誕生しました1933年に建物は国宝指定1945年に 長崎に原爆が投下されます。浦上の上空で爆発、天守堂は倒壊、信者1万2千人のうち8千人が亡くなりました。2つの鐘は無傷だったようで、1946年より再建開始、新聖堂は鉄筋コンクリート造りで、1959年に完成しました。現在は以前の戦前の形に近いものに復元されています。いかがでしたか今日はちょっと駆け足で 歴史を振り返る形となりましたが楽しんでいただけたら幸いですこちら写真は以前と同じようにブログでお楽しみいただけますリンクを貼っておきますね歴史の息吹が香る街長崎次回が最後となりますメガネ橋ジャンポン編です to <be> continued. それでは皆さん良い週末を Have a wonderful weekend